一人じゃない一人じゃない一人じゃないから未来へ勝って2016年5月の三匹木星さんの運勢をお知らせいたします。開運セラピストの美少です。強みを伝える智少です。三匹木星さんは行動力抜群の星。思った時が動く時、そこに迷いはありません。一言で言うと勇気。朝の5時から7時の星ですよね。はい、今月5月の三匹木星は九紫火星の素敵なところと六白金星の気をつけなくちゃいけないところをいただく月です。そうですね。今月はおめでとうございます。今までの努力が報われますよ。主役となり太陽がさんさんと輝くように脚光を浴びます。すっごい強運の月ですよね。そうです。自信と積極性、明るさが大切な肝となります。頭がキレッキレで整理されている状態ですよね。今月は青い日ではなく赤い日です。秘めた日ではなくてアピールの日。明るくアピールしまくることが大切ってことですよね。そうです。気をつけることもありますかね。そうですね。頭が切れすぎて人を見下してしまったり、理屈っぽくなることかもしれません。それに秘密にしていたことが明るみに出ることもあるかもしれません。こういう時こそ事実は認めて素直になること、そして思いやりが大切です。運気がいい時の鉄則ですよね。思いやりを持つこと、謙虚になること、大切ですね。はい、では今月の運気カレンダーです。このびっくりマークが中宮の日、三匹木星さんが真ん中にいる日です。この日はとてもパワーが強い時です。なので心に思ったことを実行するにはいい日ですね。こちらの黒いところのマーク、これは暗検察の日です。自分自身が原因ではなくて、不慮の事故といいますかね、突然誰も何者かに襲われるようなちょっと困った日になりますので気をつけてみてください。あとこのブルーのニコちゃんマークですね、泣いてます。ニッパの日です。こちらは破れの日といいまして、約束事が破れたりとか契約商談事が破れやすい日です。こちらも注意が十分に必要です。あと恋愛運にいい日、金運にいい日というのも作ってみました。よろしければご参考なさってください。はい、そして今月の方位です。黄色いニコちゃんマーク、こちらは良い方位となります。今月は西ですね。そして青い泣いてるマークですね。この方位は月破といって破れるを意味します。トラブルにあったり商談、約束事などがうまくいかない場所になります。こちらの方位での約束やアポイントメントはやめましょう。赤いバッテンのマーク、こちらは五黄作といって大凶の方位になります。移転や旅行など要注意です。そして黒いドクロのマーク、こちらは暗検察といって大凶方位です。予期せぬ災いが起こりやすい方位ですので気をつけましょうね。はい、今月も元気のもとは最高の運気です。謙虚さを忘れずにね。師匠より。では最後に、今月は自分の目標を立ててみてくださいね。美少より。では今月も素敵な1ヶ月をお過ごしくださいね。
ありがとうございました。ありがとうございました。